エドゥアルト・ガンス、エーエドゥアルト・ガンスは、ドイツの法学者、法哲学者。法律学の基礎を哲学に求め、歴史法学派、特にフリードリヒ・サビニー・フリードリヒ・カール・フォン・サビニーに反対したが、ドイツにおける、比較法学の建設者として知られている。ユダヤ教徒の名門銀行家の息子として、ベルリンに生まれた。当時ドイツの学会を席巻していたヘーゲルに直接、学んだ。 ヘーゲルは哲学者であるがその論理は法学、論理学から数学に至るまであらゆる学問に影響を及ぼしていた。ベルリン大学、ハイデルベルク大学でヘーゲルから直接指導を受け、ヘーゲル自身からも多大な信頼を得ていた。1826年にベルリン大学法学部院外教授に就任、1828年から教授。 当時主流の歴史主義的な法学からヘーゲル哲学をもとにした哲学的な法学へと転換を主張。28年には聖教授、ヘーゲル学派の帰還し、学的批判年報の創刊に尽力。ヘーゲルの法哲学、歴史哲学の講義録編集にも従事した。次第に自由主義、共和主義や三詞門主義などの社会主義的主張にも、 関心を示し始めたため、王室がヘーゲルに対してガンスを是正させるよう、訴えたというエピソードもある。いわゆるヘーゲル学派のカテゴリーでは、ガンスは、ウーハナイしは、中央派と捉えられると考えられる。この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザジュイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、 ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。